ギリギリだった。早かったね。えらい。ありがとう。じゃあ来て、行くよ。で、どうやって見つけたの？ファイヤーフライのこと？そう。あんたが噛みついて銃を奪った男いたでしょ？うん、覚えてる。トレバーっていうの、彼。あ、まあ、通りを歩いてるのが見えたから後をつけたんだ。でも路地に入ったところで他の奴らが待ち伏せしてて、マーリーンのいるアジトに連れてかれた。怖くなかった？そりゃ怖かったよ。今度こそマーリーンに撃たれると思った。でもこう言われたの。遅かったじゃないって。来るって分かってたんだ。それで仲間にしてくれたってわけ？まあそんなとこ。殺されかけたのはテストだったってわけ。私の覚悟を試したの。そう。噂を知ればだね。あんたのこと聞かれた。そうなの？あんたお母さんに似てるって。私より詳しそう。来て。きっと楽しいから。最近は誰と遊んでる？誰とかな。別にいないよ。じゃあティノとかあの辺の子は元気してる？みんなあんたの友達じゃん。あんたも話してた。まあそうか。光を見つけちゃった？あらごめんなさい。別に侮辱したんじゃないの。じゃあ今はこれを信じてるの？ともかくもう兵士じゃないんだ。わかった。30日なんて意味ない。感染者は増えてってるんだよ。奴らは隠してるけど。たくさん感染者を見た？ファイアフライになる技師として殺すよう言われた。ねえ、他の話しよう。やばい、隠れて。用心しなくちゃ。滑りやすいよ。私もファイアフライ入ろうかな。エリー、私もマーリンに頼んだんだけど、あんたには安全な学校にいてほしいんだって。本当は会うなって言われたの。どういうこと？あんたをトラブルに巻き込むから。何それ。一人でいたって巻き込まれてるよ。そうだった。ねえ、初めて来た時覚えてる？ここで何するつもり？サプライズがあるんだ。何？まさか恐竜？かもね。恐竜なら仲直りしてもいいよ。だから我慢しなって。
そういえば取り返せたんだ。水鉄砲？マジで？あのバカ胡蝶が返してくれたっていうの？まさか事務所に忍び込んだんだ。一瞬本当に取り返したんだよ。けど奴に見つかっちゃった？その通り見つかっちゃった。でどうなった？2週間掃除やらされた。しかもトイレ。うわエリー、もうあかんからもういいって。絶対取り返せない。取り返してみせるよ。お金まだ旅行用に貯めてる？コツコツね。あんたは？私もだよ。どこ行こうって言ってたんだっけ？え、忘れたの？ロスでサーフィンでしょ？そうそう、ロスでサーフィンだった。ほら、先を急ごう。ウィンストンが死ぬなんてね。知ってたの？うん。なんでか知ってる？さあね。何か残ってるかな？え、ちょっと。ウィンストンが死ぬなんてね。知ってたの？うん。なんでか知ってる？心臓発作かなんかで馬から落ちたって。私はそう聞いたよ。そうなんだ。まあ今時殺されずに死ぬなんて珍しいよね。他にはいないんじゃない？その通り。何か残ってるかな？え、ちょっと。これウィンストン？ハンサムだったんだね。あった。飲まない？うん、ビールじゃないからね。さて。何これ。ああ最悪。言ったでしょ。じゃあね、ウィンストン。強いね。行こう。あの馬はどこ？多分ウィンストンが死んだから連れてかれたんだ。かわいそうだよ。きっと怯えてるよね。エリ、これ手伝って。ここ通りたくない。潰されそうな気がする。大丈夫、先に。あのさ、
他の道探すってのはどう？素敵。ねえライリー、あんたを持ち上げるから中から鍵を開けてきて。いいよ。今日2回目だよ。こんなとこがあるなんて知らなかった。ねえ、あんたにぴったりのマスクがある。ライリー、ぴったり。見てよ。何それ、狼男？つけて。最高、活かしてる。吠えて。わお。エリー、本気？ちゃんと吠えて。わお。そう、コラクちゃん。あと何があるか見てみようよ。うわー、こんなにたくさんある。見て。これ買う人がいたの？本当に？みたいだね。あっちのマスクも最高だね。うそ、あたし吸血鬼大好き。我が名はドラキュラ伯爵。違うよ、伯爵夫人。ドラキュラ伯爵夫人。いいね。骸骨があなたの未来をお告げしますか。じゃあ今日死にますか。無言？つまんない。裏を見るんだよ。あ、その可能性はなさそうです。あ、ふっ、安心。また運転できますか。なぜかそんな気がします。やった。
か、ゲームで遊べる日が来ますか。可能性はほぼゼロです。なんだよ、骸骨め。胸は大きくなりますか。精霊は無言です。だと思ったよ。この隔離地域から出られますか。まだ定まっていません。可能性はあるってこと？あなたはボケなす。そうであることは確実です。なるほど、これで納得。いつか水鉄砲を取り返せますか。精霊がうなずいています。よし、やった、水鉄砲を取り返せるって。そんなのいいよ、ほっとこ。ライリーはポーカーがド下手だけど上達しますか。聞こえてるんですけど。未来は不確かです。あ、希望はある。うん、もう諦めた。あんたに譲る。私くらい面白くなれますか。何言ってんの、私の方が10倍面白いよ。お告げは、それはありえないことだ。だってさ、ちょっと、私じゃない、この骸骨だよ。じゃあ、そんな骸骨はぶっ殺してやる。さすがだね。どうかしら。かわいいよ。あら、ありがとう、ハトさん。ひらめいちゃった。下の車見える？うん。あんたは赤、あたしは青。レンガをぶつけて先に窓を全部割った方が勝ちね。本当にやる気？あたし最強だよ。決まり。じゃあ負けた方は一つだけ質問に答えること。何それ、罰ゲームってこと？まあいいよ、やってあげる。やった。命中。どうこなくっちゃ。すごい。やったね。よし。硬かったよ。はいはい、負けは負けだよ。じゃあ質問タイム。怖いな。
じゃあ行くよ。出て行く前、なんで私に怒鳴ったの？頭を整理したかったんだよ。そう言ったよね。なのにほっといてくれないし。そうだよ、だって心配だったんだ。分かってる、分かってるよ、本当に。でもそれは過去でしょ。今はここにいるんだから、ほら来て。見てほしいものがあるんだ、この先。素敵。ここで何すんの？気味が悪いんだけど。電気って限られた場所にだけ通じてると思ってたでしょ。違うの？ついてきて。ねえ、こっち。実は電気は街中に通ってる。ブレーカーが落ちてるだけだから上げてやればいい。うまくいくわけないって。だから言ったでしょ。じゃあモール全体についたの？確かめてみよう。見たら驚くよ。待って、そのもう分かったよ。あんたが生きててよかった。あんたとまた遊べて嬉しいし、それに本気じゃない。出ていく前に私が言ったこと本気じゃなかったんだ。ライリー、あんた最低。始めたのはそっち。まったく。準備は？バッチリ。嘘でしょ。